ラジオネーム、走れピーナッツパンマン。はい。ハライチのお二人、作家のハゲ太郎さん、こんばんは。モチビルハゲ太郎さん。ハゲ太郎さんでいいんですよね。まあ、省略する場合はね。うん、バナナマン先輩や、この後に出るおぎやはぎ先輩は、はい、ラジオの中でメールテーマなるものが存在するのですが、ハライチのターンの中にはないのでしょうか。メールテーマもろくに決めず、リスナーのメールに嘆えだの、うん、滑ってるだの、ほざかれたのでは、リスナーは何を送ったらいいのかわかりません、うん。思いつかないのであれば好きな食べ物とかでもいいです。うん、ちなみに僕は牛タンが好きです。っていうことです。牛タンが好きなんですね。牛タンが好きです。確かにそうか。そう。メールテーマ普通はね、メールテーマとか。決まってねえのに、投げやれ、投げやれなの。滑ってるだろ。そんなん別に。だってラジオの決まりにないじゃん。余ったもんじゃない。いやだから、一応こう、方向を示していただかないとという。ちなみにどうですか？ラジオを聞いてますよ、僕感その。そういうことじゃないよ、それ。それは素人でしょ、あなたたちっていうこと。ラジオに関して。いや、そういう意見だろうね。ちゃんとあった方が、こっちは送りやすいんだからっていう。そう、ね。この、走るピーナッツパンは牛タンが好きという。これでも、牛タン僕もすごい好きですよ。まあ、美味しいし、別にね。牛タン。うん、好きだよ。何が好きですか？牛タン好きだよ、別に。なんだよ。喧嘩売ってんのかよ。何がだよ。違う違う。別に牛タン、いやいや、走れピーナッツマンマン。好きだよ。いや、牛タン、俺も。走れピーナッツマンマンは、牛タン好き。ああ、好きだよ。俺も牛タン好きだよ。ちょっとやばギスギスしちゃってんだよ。合うだろ、じゃあ。スペシャルウィークで。話し合うんじゃねえか、俺たちは。ピーナッツパンマンと俺は、話し合うんじゃねえか、牛タン好きだからよ。ああ、いい。感じだな、じゃあな。肯定的な意見か。そうだよ。やめろよ、頭からだいぶギスギスしてる。いやねえよ、なんか仕掛けてきてんだよ、リスナー。違う違う。おい。仕掛けてきてるわけマジで。仕掛けてきてるわけじゃないよ。おい。やめてくれよ、ちょっと違う。違うんです。違うんです。岩井さん、いや、ただちょっと思ったことを送ってきてくれてるだけだから。奥歯割れそうだよ、お前。なんでよ。なんでだよ。噛み締めすぎて奥歯が割れそうだよ、お前。あ、だいぶイライ、ちょっと、イライラしちゃってる？うん。U ターンは、ピーナッツパーマンが好きなやつでしょ？お二人はどうですかみたいなことよ。好きな食べ物。好きだよ、別に牛タン。牛タン。じゃあ、牛タンじゃなくて牛タン以外は？牛タン以外。何？牛タン以外で好きな食べ物は？なんで言わなきゃいけないんだよ。それ。なんで言わなきゃいけねえんだよ、そんな。お前すげえな。どうやって世の中生活してるのなんで言わなきゃいけないなんでそんな大事なこと教えなきゃいけないんだ大事と捉えてんだ。もう一つ来ております。ラジオネーム、リョブーン。岩井さん、澤部さん、こんばんは。こんばんは。お二人が影響を受けたお笑い芸人さんはいますか、うん、また、影響を受けたお笑い芸人さんと初めて共演した時はどんな感じでしたか、うん、これは、ありますね。確かに影響を受けた芸人っていうのはいますね。この業界やっぱ入る。にあたって。いるよ、それ。憧れた芸人、それこそネタの作る上でね、お前なんかは影響を受けた芸人。誰ですか？なんで言わなきゃいけないんだよ。なんでそう言わなきゃいけないんだよ、俺が。どういうつもりでメディア出てんの？違う違う。なんで言わなきゃいけないんだよ。質問してくれてんじゃん。ふざけんなよ。俺はさ、俺はやっぱり、でもやっぱサマーズ。おおおお、大丈夫か、お前。おい、大丈夫か？おい、そんな。俺、サマーズさんとやっぱり、三村さんとかに影響を受ける。そんな。大丈夫か、お前。何がよ。言っちゃって。憧れ、影響を受けて芸人言うのやばいことじゃないから、別に。大丈夫か。サマーズさんとか、はやっぱ好きで、影響を受けて。そっか。初めて仕事した時でやっぱ緊張はするよ。うん、そりゃ。うん、やっぱり好きな人に面白いと思ってもらいたいじゃん。ああ一番。まあそうだよね。そう。ああ好きな人の前でやっぱ一番緊張するよね。確かに。うん。うん、誰？じゃあ、言うな。うん。うん。言って。言うわ。うん。うん、違う、ちょっと待って。なんだよ。マジで、なんだよ。ふざけんなよ。やっぱ言えないよ。言えよダメだ、こいつマジで。ちょっと、本当にダメだ、これは。お前、ちょっと、言えよ、後で。やだ。やだ。
や、それ抱きたいなんてもう1ミクロもない。いやいや、あるからやっぱなんかこうエロさはないわ、全く。俺は全く全くもう全くないわけ、うん、ちょっとでも女として見てるとか抱きたいって思ってる。ちょっとでも見てない、それは違うんだよ岩井。え、本当に純粋にこの応援してる人。お前もだからスピッツ好きだろ、うん、スピッツいざ草野さん来たら緊張するでしょ。いや緊張する、それと一緒だよ。好きな人がいざ目の前に来たら一緒にすんじゃねえよ俺のスピッツ好きなやつと。なんでお前全部ももクロの曲知ってんのか、イントロ聞いたら分かんのか。俺スピッツの曲全部イントロ聞いたら分かるぞお前。ハライチのターン。ハライチの岩井ゆきです。どうも澤部優です。この時間は TBS ラジオから全国6局ネットでハライチのターンをお送りしております。ちょっともうやばいです。もうジングルもギスギスしちゃってな。全部もうギスギスラジオだな。オープニングから始まってから ずっとギスギスしちゃってる。いやもうほんとリスナーのせいだよ、本当に悪いけど。リスナーが仕掛けてきてるやつだから。いやいや本当にちょっと違うよ。いや喧嘩売ってると捉えてます。喧嘩売ってないじゃん、うん、いやいや俺もっと違うな。俺が思ってたこのラジオのさあ、パーソナリティとリスナーの関係ってちょっと俺もっとこうさ、うん、深くこう奥底でこう繋がって熱いもんだと思ってるからさ。いやだってそれはさ、でもさ、うん、向こうが喧嘩売ってなかったとしてもやっぱこっちが喧嘩売ってると捉えちゃったらそれ喧嘩売ってることだからね、うん、悪いけど向こうは喧嘩売るつもりなくても、うん、いやヤンキーに絡まれちゃったら、うん、それ喧嘩になっちゃうじゃん結局、うん、だから今俺我々というか、まあ、岩井の心の中ではどういう、うん、絡まれてるってこと？絡まれ、いやいや本当にだから喧嘩、うん、こう売られてるとやっぱ俺が認識しちゃってるから。お前が思っちゃった段階で本当に買っちゃってるから。それも喧嘩なんだね。買っちゃってるから。買っちゃってんじゃん。喧嘩になっちゃったんだから。買っちゃったよ、うん、いやそれ買わないでいただきたかったけど言えよ。だから尊敬して芸人なんで言わなきゃいけんだよ。なんだよこいつ。なんだよ。